はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は今年実装されたサーバント上半期が終わったということで見ていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではもう早速見ていくんですが、まあ今年実装されたサーバント、まあ多いようで少ないような男性サーバントは増えたなっていうのが個人的な印象です。はい。でまあタメ友に関しては一応上半期的なことを考えたときに、まあ、下半期に入るんですが、まあ、イベント自体は6月30ぐらいから始まっていたということで、まあ、そのことを考慮した上で今回はちょっとこっちに入れさせてもらおうかなと思います。はい。というのでね、まあ、入手順でパーって見ていくんですが、まあ、今年初めて実装されたのが、まあ、闇のコヤンスカヤですね。はい。まあ、闇コヤンに関してはっていう感じが個人的にめちゃくちゃしたよね。なんかいろいろフォーリナが来るのは多分確定だろうと言われていて、じゃあ誰が来るんだろう、ワサバとかそういう系かなとかでいろいろ予想されてたら、光が来た後に闇が来て、え、来るんかいみたいな、でいろいろなんかあの物議を醸し出してて、お前闇光とかなんやねんみたいなこと言われてた気がするね。はい。でまあそこからに関しては、まあヘファイスティオンだね。ヘファイスティオンがそのまま、ライネスの事件簿の復刻で新しく星音として追加されました。でそれが終わった後にバレンタインが来て、バゼットさんですね。まあ前回がカレンちゃんだったということで、まあカレンのことを考えたら、まあバゼットさん来るであろうという予想があったんですが、まあそこのところ安定してきたなっていう感じですね。で3月に関しては新規サーバントなしで、4月に入ると、まあ、新規イベントとゴールデンウィークのやつが出てきたって感じですね。まず超姉妹ですね。新規イベントとしてスイカイクライシスとして新しく来ましたね。まあ、単体のセイバーということで、まあ、個人的にちょっと好きだなっていうのと、セイバー双子最近多いなみたいな、だいたいセイバーで実装されるの2人多かったりするんで、そういった意味でちょっと面白かったなとか思ったりしてます。であとは大才星君ですね。まあ大才星君に関しては、まあ、やっぱり新規、配布サーバントか、まあ、配布サーバントとしていつ来るんだいつ来るんだいつ来るんだ、おおやっと来たみたいな、ストーリー終わったタイミングで来たみたいな形になったんで、いろいろとおおもうちょっと情報とか出してくれとか言ってたりはしたんですが、まあまあそれは置いておいて、まあ結構良かったんじゃないかなと思います。まあ半生って感じですよね。でそこからまあうん、まあまあまあゴールデンウィークのコラボやな、スーパーバニアンですね。なんかスーパーバニアンバグっててさ、このプロフィールあるじゃん、ここのところこうやって見てるのにさ、あの更新されないっていうなんかよくわかんないバグがあります。はい。まあそれは置いておいて、まあバニアンですね。まあホームのスピードはめちゃくちゃ速いっていうのと、一応3体ですね。はい。あの3人がいるモーションが追加されたということで、まあそういった意味ではおお結構熱いなとか思ったりはしたんですが、まあいかんせんやっぱちょっとシナリオがどうのこうのっていうのと、あれ俺スキルも上げてない、あれ、まあ後でちゃんと上げておきましょう。はい。っていうのが来て、それと同時にキャスターの方ですね。まあガチャの方で新しく大黒天が来たという感じです。まあ大黒天に関してはなんかいろいろと好きっていう人が多いなーっていうのが個人的な印象で、かつまあ全体の旧宝具ですね。はい。全体旧のキャスターとして実装されたということで珍しかったので、まあそういった確か初かな、初実装されたということで、お結構熱いなとか思ったりしておりました。でまあ実質配布のメアリーですね。はい。まあ一応フレンドポイントを引いたら入手できるという形になっているんですが、まあフレンドポイント余ってる人は結構脳死で回してたっていう印象かな。まあアニングが引けたら聖杯のコインがいっぱい入手できるし、かつ強化霊装ですね、経験値霊装とかも集めることができるという意味で、結構なんかガン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 回してる方多かったんじゃないかなっていうのが個人的な意見です。まああと俺も絆がちょっとでね長っちゃうんでね、やばいなって思いつつ、まあスキル構成自体こいつ星1じゃねえだろうとか個人的に思ったりしております。でそれが終わってから、5月に入って、まあコンスタンティノスですね。3月に、3月のホワイトデーの時に来ていたんだけど、そこで実装はなかった。で
6.5 章が始まる先行実装としてコンスタンティノスが来たっていう形ですね。まあコンスタンティノス自体はね、結構面白い性能をしてて、おいいなーとか思ったりしているんですが、まあいかんせんね、難しいキャラクター、まあローマでぶん殴るっていう意味では強かったりするんですが、いかんせんローマ縛りになるときにうーんみたいなのがあったりするのでね、まあそういった意味でちょっと難しいキャラクター、なんか上級者ですね、サーバントいっぱい持ってる人は使えるかなっていう感じなんだけど、あんまりサーバント揃ってないと使いにくいなっていう感じが個人的にしたりしました。はい。でまあそこからまあ6月に入ってね、いろいろありましたねいろいろありましたよ。 6.5 章でまあシャルル・マーニがついに実装されたと。まあシャルルは来ないんじゃないか来ないんじゃないかと言われていましたが、まあ実装されてやったーって言ってみんな引きに行ったね。もうかっこいい、なんか王道すぎるイケメンっていう感じがあってすごい好きです。でローランですね、ローランもついに実装されたかと、お前一体いつ来るんだと言われて早数年やっと来てありがとうございますみたいなんがあったりするね。でクリームヒルトですね、まあPV かなんかのやつで、まあこれクリームヒルトなんじゃないかみたいなこと言われていたんですが、まあまあクリームヒルトでしたねっていう感じですね。まあ俺にはちょっと苦い思い出ですね。はい。天井分以上の石をこの子につぎ込んだということで、まあ星4の天井が実装されることを今後祈りつつね、いろいろ待ちたいなと思います。はい。でそこから、ピックアップ2が新しく来て、聴覚ですね。まあ聴覚に関しては星3のキャスターということで、また星3のキャスターかっていうのがあったりしたね。個人的にどんだけまた星3のキャスター来るねんみたいな、もうキャスターだけはめちゃくちゃ多いからね。でかつ、9の全体宝具ということで、お面白いなっていうのが個人的にあったりしました。はい。でドンキホーテですね、ドンキホーテさんもまあそのままストーリーでそのまま ポロってきたって感じですね。この子もまあバトキャラとして2体いるっていう形ですね。で、この子自体も、Q の宝具ということで、あれ最近なんか Q を押してきてるな、運営何なんだろうなっていうのが地味に分かったりするかなと思います。 Q の割合も結構多いからね。で若森ですね、はい、ジェームズ・モリアーティかっこルーラーですね。まあこの子に関しては正直あれ誰なんだろうな、どうなんだろうとか言われてさ、まさかモリアーティーなわあったーみたいなね、そういう形になっていたんで、そういった意味ではちょっとね、おお意外性がありつつ、まあやっぱホームズとのね戦いとかもいろいろあったりしたんで、まあここであえて来ることによって今後ストーリーの展開ちょっとどういう風に関わってくるのか、はたまた幕開とかでどうなるのかっていうのはちょっと気になったりするなとか思ったりしております。はい。なんか上からやつ押しすぎてごめんなさい。でそのまま6月のまあ上旬が終わって後半が来たっていう形ですね。ということで、バキンさんです。はい。まあバキンに関しては初めちょっとっていう感じだったね。まあタメトモがいたので、まあタメトモ、まあ 6.5 章でタメトモが実装されというか立ち絵があったから、タメトモが来るんじゃないか来るんじゃないかって思ったら普通にバキンさんですね。まあ南宋里見八犬伝のやつがポロってきて、予想してるけどなんかちょっと違うみたいな、タメトモじゃないの、バキンさん、いや嬉しいけどああみたいな感じもあって、いろいろあったりとかしたんですが、まあこの子自体もなんかサポーター型のライダーアーツということで、ちょっと面白い性能してるなとか個人的にしております。まあ特に第二スキルの書いてる量がすごい多いねっていうのがあるね。でそのまま、ピックアップ2が来て、タメトモが実装されたという形になりました。まあタメトモに関しては工場の全体アーチャーということで、期間限定のギルガメッシュ、まあストーリー限定のテスラさんとか、あそこら辺とのなんか互換性がある程度分かれていたりとかして、個人的にちょっと面白いなとか思ったりしているんですが、まあタメトモさんに関してはやっぱ星5で来るだろう来るだろう、よし来たかっこいい好きみたいなね、形になっているんで、そういった意味では良かったんじゃないかなとか思ったりしております。てかタメトモさんだけ最終サイリンのあれにしてるね。ちょっとごめんなさい。はい。でまあとりあえずなんですけど、まあここら辺でいろいろ実装されましたが、まあ男性サーバントマジ増えたね。うん。去年ってね、ほんと数えるくらい3人か4人ぐらいしかいなかったんですが、今年に入ってね、6.5章
が絡んでから男性サーバントがダダダダダダーと実装されたということで、まあ俺的にめっちゃ満足です。はい、まあもちろん女性サーバントがねいっぱい来てくれるっていうのも嬉しいんですが、やっぱ男性サーバントのやっぱ純イケメンとかね、まあこういうロボットとかを見ることによってテンション上がったりとかねするんですよ。男の子だからね。うん、っていうのもあったりするんで、なんかもうちょっとね今後男性サーバント定期的にいいからね、なんかいっぱい増やしてほしいなとか思ったりしています。はい、まあ結局今のところ男性サーバントが出てるのが 6.5 章組なんで、まああの 6.5 章じゃないストーリーとか、まあイベントとかあそこら辺でなんかいろいろと出てくれると嬉しいかなという形です。はい、でまあこのままじゃあちょっと軽く色とか見ていきますか。クイックホーグ何人ですかということで、今年実装されたクイックホーグに関しては5人ですね。なんかそう考えると思ったより多くないな。ちょっと待って、何人いたっけ。2、4、6、8、16、17体、17体のサーバントが実装されているんですが、クイックは5か。ただどちらかっていうと 6.5 章が入ってから結構9が押されてってるのかなっていう感じかな。ただまあ大黒天とかもいろいろいたりするから地味に9は押されてるっていうのはあったりするか。でアーツですね。アーツは2、4、6、7体か。あーまあそう考えるとまあ5、7、まあ多くても仕方がないって感じだね。でまあ特に配布が2体いるってことを考えたら、配布を除いたらまあ全部期間限定なりまあ工場なりっていうのがあったりするんで、ストゲンなりっていうのがあったりするんで、そういった意味ではまああれか、一応まあ現環境9が強化されるんじゃないかとか言われているんですが、まあアーツの使い勝手がいいキャラクターを基本配布にしてるのかなっていうのがちょっと印象的になるね。でラストバスターですね。でバスターも5体ということで、まあ本当に9とバスターが平均的で、アーツが配布の分ちょっと多いなっていうのがこういう感じになるのか。これはこれで面白いですね。まあ普通にバスターだろうが9だろうがアーツだろうが、まあなんだろう、押されてそうだなっていう色はもちろんあったりはするんだけど、どちらかっていうと平均的に実装してるっていうのがあったりするので、まあそういった意味ではちょっと面白いかな。でまあその中で補助系宝具とかになったらね、まあ一応この2体になるんですが、まあ補助という名の攻撃宝具と、まあ超鉄壁みたいなのがあったりするんで、ちょっとここは例外になるのかなとか思ったりしております。はい、で全体宝具どれぐらいいるんだろう。あー2、4、6、8、9、9体ですね。うん、まあどちらかっていうと多いっていう感じか。うん、単体宝具よりも実装に関しては割合として多いっていう感じですね。まあやっぱり周回等で使えるのが全体っていうのがあったりするから、そういうのでまあ一応全体を多めにしてるのかなっていう感じかな。はい、ということでまあいろいろと見てきたんですが、こういう形となっております。はい、まあなんか性能についてね、どういう感じの子が強かったなっていうお話しようかなって思ったんですが、まあいかんせんちょっと動画の尺が長くなってるんで、まあこの後ですね、後日またこれのやつで、まあどのサーバントが強かったっていうねお話ししていけたらいいなと思ってるんで、まあ気になる方は次の動画見てもらえれば幸いです。はい、以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。